著名人のセクハラ疑惑が次々と浮上しているアメリカで、野党民主党の主撃議員、今週辞職したのに続いて、女性からセクハラ行為を告発された別の議員も近く辞職、る考えを表明しました。アメリカのの、民主党のフランケン上院議員は、女性、いなくキスしたり、体を触ったりした、として相次いで告発され、与野党から、院辞職するよう求める声が強まっていました。これについて、フランケン議員、7、議会で演説し、本当ではない国、や、の記憶とは異なるものがあるとの、疑惑を否定しました。ただ、倫理委員の調査を受けていることを踏まえ、活発、議員活動を続けるのは難しいとして、数々のうちに辞職する考えを表明しました。アメリカでは政治家や俳優、人気、スターなど著名人のセクハラ疑惑が、超、浮上し、5日には民主党の重鎮の子、や、図鑑議員が辞職したばかりで、民、党にとって痛手となりそうです。1、で、フランケン議員は、私が辞めるのに、あやまの性的な行為を自慢していた男が大、寮、務め室に座っているのは皮肉なことだ。